皆さん、こんにちは。俳優、声優、ナレーター、演出家、監督として活躍している大和田伸也さん。今回は、多岐にわたって活躍する大和田伸也さんの私生活について深掘りしてみたいと思います。まずは、大和田伸也さんのプロフィールを見てみましょう。大和田伸也さんは、1947年10月25日生まれ、福井県敦賀市の出身です。大和田伸也さんは渋い演技で現代劇から時代劇まで幅広く活躍しています。弟の大和田漠さんは同じ芸能界にいるので存在は知られていますが、実は他にも兄弟がいるそうです。俳優として数々の実績を積み重ねてきた大和田伸也さんは、炎の女、秋金で日本人として初めて中国映画に出演したという経歴の持ち主でもあります。また2019年には初めてオペラにも出演しています。前述の通り、大和田伸也さんの弟は大和田漠さんです。兄弟仲がいいことでも有名で、大和田伸也さん一家と大和田漠さん一家を指して大和田ファミリーと呼ぶこともあります。大和田漠さんがデビューした時に大和田伸也さんが電話機を加入料と基本料込みでプレゼントしたというエピソードは有名です。大和田伸也さんは1980年に女優の五代美智子さんと結婚しています。二人の馴れ初めは大和田伸也さんが出演していた TBS で放送されたドラマ水戸黄門での共演でした。当時の大和田伸也さんは渥美閣の新役を務めており、五代美智子さんは1979年2月5日に放送された第9部の最終話三国一の嫁騒動にゲスト出演しています。ちなみにこの時、五代美智子さんは恋人がいながら佐々木助三郎さんとお見合いをする役でしたが、大和田伸也さんが一目惚れをして実際に結ばれるというすごいエピソードでした。二人にはその後 NHK 朝の連続テレビ小説へ出演した共通の経歴もあったことで意気投合し、水戸黄門での共演から約1年でゴールインするというスピード結婚でした。大和田伸也さんは33歳、五代美智子さんは28歳だったので勢いで結婚した感じはなさそうです。ちなみに就任は出会いの場だった水戸黄門で水戸光圀役を演じた東野英二郎さんでした。もともとは映画監督になりたかったという大和田伸也さんですが、役者もいいなぁと思い立ち劇団四季に入団します。その後は大学で学生劇団を作ってやっていましたが、なかなかご飯が食べられなかったそうです。そんな時、知り合いのいる NHK に遊びに行き、そこでたまたまやっていたオーディションに参加すると、見事蘭より青くへの出演が決まり、役者としてやっと生活できるようになっていったそうです。また大和田伸也さんといえば水戸黄門での拡散のイメージが強いので、他の仕事が来ても正義の味方じゃないとダメだという声が多かったそうです。水戸黄門では印籠を見せるのが定番となっていますが、逆さに出してしまったりして NG を何度も出したことがあるそうです。また印象的な共演者は高倉健さんと三國連太郎さんだといいます。高倉健さんとの共演では高倉健さんに手錠をかけるシーンだったのですが、30回も NG を出してしまい、高倉健さんの腕が真っ赤になってしまったことがあるそうです。さて、今から25年前、立て続けに親父狩り被害に遭ったことでも話題になりました。時には殴られ、またある時はメイクで隠すほどの傷を負ったこともあったそうです。親父狩りとは、成人の男性を襲って金品を奪う行為のことで、1996年に発生した強盗致傷事件をきっかけに広まりました。同年の流行語にもなりましたが、大和田伸也さんが親父狩りに遭ったのは流行が落ち着いていた1998年のある日のことでした。外出中、大和田伸也さんはコンビニでたむろする若者数人を発見、すぐに注意したところ親父狩りに遭ってしまったそうです。それから半年の間に2度同じようなことがあり、結果的に3回も親父狩りの被害を受けたことになってしまったのです。大和田伸也さんが親父狩りに遭ってしまった理由を分析すると、次のようなことが分かりました。大和田伸也さんは正義感が強く、喫煙していたり
コンビニの前でたむろしたりするなど、マナーが悪い若者を見かけると、すぐに注意してしまうそうです。大和田伸也さんはもともと、水戸黄門の拡散役のイメージが強かったこともあり、黄門様の隣で、拡散が悪人たちに印籠を突きつけて、沈まれ、沈まれ、この門どころが目に入らぬか、というクライマックスシーンが名物でした。それがあまりにも有名だったのか、街中で、印籠を出してみろと言われるなど、絡まれることもしょっちゅうだったといいます。この親父狩り事件が大きく取り上げられたのは、前述の通り25年前の1998年のことです。大和田伸也さんは映画館でおしゃべりする若者、自転車で危険走行する若者、路上喫煙する若者をそれぞれ注意したら復讐にあったという事件があったそうです。一つ目の事件は映画館で起こりました。映画館ではいよいよクライマックスという時に、カップルが周りのお客にも聞こえるような声で喋っていたといいます。他のお客さんが舌打ちしているのが大和田伸也さんにも分かったのだそうです。みんなチラチラと二人の方を見て、注意したいけどできないという困った雰囲気、なんとかしなきゃいけないと思い、すみませんが今いいところなので静かにしてくださいと直接お願いしたというわけです。そうしたら映画が終わった後に大和田伸也さんが出てくるのを待ち伏せしていたようで、男が追いかけてきて、その勢いのまま頭を叩かれたといいます。二つ目の事件では一番大きい怪我をしました。名古屋で舞台の仕事に向かう途中、自転車が幼稚園児たちの歩く列に突っ込む事故を目の当たりにしたといいます。幸い子供たちに怪我はなかったそうですが、先生も怯えているし、思わずダメだよ、気をつけなくちゃ、子供たちに突っ込んだらみんな大怪我するよと声を上げました。すると今度は楽屋まで追いかけられ、殴られたそうです。最後の事件は横浜でした。タバコを吸っている高校生を見かけて、まだ未成年なんだからと注意しかけたら、いきなり殴られたそうです。俳優として知名度も高い大和田伸也さんが立て続けに被害に遭ったことで注目を集めました。最初は隠そうと思っていたそうですが、稽古場や仕事場に行ったらメイクさんにバレてしまいます。怒られましたし、顔の傷跡を消すのにも大変苦労させてしまいましたと述べています。3度も被害を受けているにもかかわらず、今でも街で若者に注意をすることがあるとのことでした。一周回って知らない話に出演した際には、大和田伸也さんが横浜の街にたむろする若者たちにどんどん声をかけたり、路上喫煙をしている若者に恐る恐る近づいたりしている場面が放送され、共演者を驚かせていました。大和田伸也さんは正義感が強く、見て見ぬふりができない性格です。そのため親父狩りで痛い目にあっても若者たちに注意することをやめられないようです。今冷静になって思えば、拡散の悪に飛び込み成敗し説教するという人格にどこか影響されていたのかもしれないとしています。そのためその後反省したそうです。いかんいかん、俺は何も特別な力を持っているわけじゃない、普通の人間なんだってと、子供の頃からそのような傾向は見られたそうですが、正義感のようなかっこいいものではなく、単におせっかいなだけだと大和田伸也さんは自己分析しています。困っている人を見ると黙っていられない、そして道端にたむろしている若者に注意よりもお話がしたい、じっくり話し合いたいと思うそうですが、当時は被害に遭うということが続いたという結末でした。昔から大和田伸也さんは人とつながるということを人生のテーマにしているそうです。遡れば小学校の時、ある作文を書いたことを記憶していると言います。友達と手をつなぐ、友達は自分の家族と、その家族は近所の人と手をつなぐ、そうやってみんなの手と手がつながっていけば世界中が一つの輪になる、そうすればこの世から争い事はなくなるという内容でした。ところがそれを読んだ先生から、これは理想論だ、そんなことありえないと赤字で書かれてしまったと言います。その経験がとても悔しかったらしく、それ以来
先生の赤字に抵抗する気持ちで生きてきたそうです。役者になったのも、少しでも有名になれば理想を訴える力を持てるんじゃないかと考えた部分もあったそうです。現実にはそう簡単にはことが運ばないことを学んだそうです。さて、弟の大和田漠さんといえば、私生活では1983年に女優の岡江久美子さんと結婚しました。同じ年に誕生した長女大和田美穂さんも現在女優として活躍しています。大和田漠さんはドラマのほか、1998年から2009年までワイドスクランブルの司会を務めました。現在はレギュラー番組こそありませんが、2時間ドラマをはじめゲスト俳優などでバリバリ現役中です。そんな弟の大和田漠さんが死亡したという噂が流れました。実は大和田漠さんの死亡説はお兄さんの大和田伸也さんの死亡説とごちゃ混ぜになっているようなのです。大和田伸也さんの死亡説は有名となった親父狩りにあったことからでした。大和田伸也さんも大和田漠さんもまだまだご健在です。いかがだったでしょうか。今回は大和田伸也さんの人物像に迫ってきました。悪いことは悪いという大人が減りました。そんな中でも大和田伸也さんは若者の行動を是正しようと勇気を振り絞って立ち向かいました。結局のところ、現実は相手が反省するでもなく自身が被害に遭うという結果に終わってしまっています。しかし、その行動が取り上げられてことにより行動の指標にしようとする人が出てきたのも事実です。危ないからとか、触らぬ神にたたりなしなどの精神ではまかり通らないこともあります。ただ注意する際も限度というものを考えた方が良さそうです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。